ウクライナ軍が2022年6月17日に、黒海においてロシア海軍のタグボートを撃沈したとしているみたい。連日ウクライナとロシアについてのニュースは絶えないね。なかなか終わりが見えてこないな。そうだね。ウクライナ軍によると、このタグボートはロシア海軍黒海艦隊所属の22870型救助衛星ワシリーベフであるとされ、ロシア軍が2月24日の侵略開始時に占領した、黒海に浮かぶ戦略的要衝のズミイヌイ島スネーク島に地対空ミサイルなどの兵器や弾薬人員を搭載していたとしているんだ。ズミイヌイ島の攻防は凄まじいものだったよね。少数で多数を相手にするっていうおとぎ話のようだったな。うんうん。さて今回は、冒頭で紹介した通り、ウクライナ軍が黒海でロシア海軍のタグボートを撃沈したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウェブ上で世界の船舶の位置情報を提供しているサイトであるマリントラフィックによると、ワシリーベフは6月14日の夜にクリミア半島にあるセバストポリ軍港を出港していたとされているよ。ロシア海軍の22870型救助衛星は、ニジニノブゴロド設計局ビンペルによって開発され、遭難した艦艇の救援をその任務としていて、乗組員の救助や、航行できなくなった艦艇の曳航、火災が発生している場合にはその消火、さらには沈没して艦艇を深度60メートルまで浮上させて、水中で作業を行う機能を持っているほか、海上に漏れた石油などの回収や、捜索任務などに当たることができるんだって。今回ウクライナ軍が撃沈したとしている22870型救助衛星ワシリーベフ SB-739 は、内陸の淡水湖、カスピ海に北部にあるアストラハン造船工場で寄港されて2016年8月2日に浸水。偽装工事を終えた後、ロシア内陸の水路を経由して2016年11月18日にセバストポリへ開港され、2017年3月7日に就役してロシア海軍黒海艦隊へ編入され、2021年4月19日にスパサーチェリワシリーベフと命名され、2021年6月12日にセバストポリ港内で命名式典が開催されていたんだ。この船名は、2021年1月27日に亡くなった、ロシア海軍のコワシリーフヨードロビチベフ大佐に由来しているな。ワシリーベフ大佐は黒海艦隊の捜索緊急救助作業管理部の主任技術者として、2000年8月12日にバレンツ海で沈没したオスカー2型巡航ミサイル原子力潜水艦クルスクの引き上げ作業や、2014年のロシアによるクリミア併合の際に、クリミア半島からウクライナ本国に戻ろうとする、ウクライナ軍の艦艇の航行を妨げるために沈められた旧式の大型対戦艦オチャコフの引き上げなどを含む、20回以上に及ぶ艦艇救助作業と10回以上座礁した艦船の離脱作業を担当した艦艇救難のスペシャリストだったんだ。救難のスペシャリストが救助船の名前になったんだ。すごく理にかなっているね。救助曳航船ワシリーベフは全長57メートル幅14メートル基準排水量1200トン。満載排水量1670トン速力14ノットで、タグボートとしては大型で外洋を航行することも可能とされ、大型の艦艇を曳航する能力があることから、4月13日に黒海艦隊機関の、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンの攻撃を受け、被弾して航行不能となった際に曳航していたタグボートと見られているよ。ウクライナ軍によれば、ワシリーベフが搭載していた地対空ミサイルは、旧 K330 トールと呼ばれる自走式地対空ミサイルシステムであったとされているんだ。旧 K330 トールは、旧ソビエト連邦が開発した中空から低空域用の短距離防空ミサイルシステムで、1986年に旧ソ連軍に正式採用され、自走式の地対空ミサイルとしては画期的な垂直発射システム VLS が採用されているよ。また、通常の地対空ミサイルシステムでは、指揮車両、レーダー車両、ランチャー車両といったように数量の車両で一つのユニットを編成して運用するんだけど、旧 K330 トールは車両中央にある砲塔ターレットにこれら必要な全てのシステムが集約されていて、一台の車両だけで単独運用可能となっていることが最大の特徴で、派生型の旧 K332 トール M2 では走行しながらミサイル発射が可能とされているんだ。VLS が採用されていることで外見上はランチャーが見えず、そのためミサイルランチャーではなく、地対空ミサイルシステムのうちのレーダー搭載車両のように見えることも特徴ってわけ。搭載されているレーダーは2種類で、捜索レーダーは初期型では機械操作式だったんだけど、旧 K331M トール M1 以降は電子操作式になったため探知距離が伸びたほか、対象目標数が増加して最大48個の目標の探知が可能となり、10個の目標を同時に追尾することができるとされているよ。また、旧 K332 トール M2 シリーズではさらに高性能なフェイズドアレイレーダーに変えられているようだな。うんうん。
ターレットの前面に取り付けられているのは、スクラムハーフ GH バンド後に K バンドに変更パルスドップラーフェイズドアレイ誘導レーダーで、最大追跡距離 20km とされ最大で2発のミサイルの誘導が可能なんだ。このスクラムハーフレーダーそのものは上下不要のみ動作可能で、目標の捕捉時やミサイル誘導時にはターレットごと左右に旋回して目標を追尾するよ。搭載するミサイルは QM330 および QM331 で、飛行機やヘリコプターなど一般的な航空機だけでなく、無人機や巡航ミサイル、誘導爆弾などへの攻撃にも対応し、有効射程内におけるミサイル1発あたりの F15 イーグルクラスの戦闘機を想定した標準目標航空機に対する命中率は、26%から75% となっているんだ。このミサイルは、1列に4発が搭載されたコンテナに格納され、トールには2機のコンテナが前後方向に搭載されていて、ミサイルはクレーンによって上型から装填され、ミサイル本体の先端とノズル部にはそれぞれ4枚のフィンがあって、全部のフィンが稼働することで方向を転換するよ。ミサイルの誘導方式は赤外線による自己誘導と、レーダー TV 誘導式指令誘導も併用され、CHAF や電波妨害などの妨害にも対応できるとされているぜ。VLS はコールドローンチ方式で、ボンベに充填された不燃性高圧ガスにより20メートル上空に射出された後、ロケットモーターに点火して目標に向けて飛翔する方式なんだ。今回撃沈された救助栄光船ワシリーベフにこの QK330 トールが搭載されていたのが、本船の方空用に搭載されていたものか、あるいはズミイヌイ島に運搬されていたものなのかは定かではないんだけど、もし防空用に搭載されていたとすれば、狙われた対艦ミサイルを撃墜することができなかったことになり、ロシア軍の対空ミサイルの性能について疑問視する声も上がっているね。今回のワシリーベフ攻撃に使われたミサイルが西側諸国から供与されたハープーン対艦ミサイルであることを、南部オデーサ州のマクシム・マルチェンコ知事が明らかにしているんだけど、これが正しい情報とすれば、このハープーンは、デンマークからウクライナに供与された地上発射型に改良されたものであるとされているんだ。このデンマーク海軍が開発した地上発射型のハープーンは、4機の発射機が大型トラックに搭載されたもので、デンマークが5月23日に開催されたウクライナ防衛接触グループのオンライン会議で供与を表明していたもので、すでにウクライナ軍に渡されたものが黒海沿岸に配備され運用されているものとみられているよ。大型とはいえタグボートにハープーンを使用したことについて、費用対効果を考えるともったいないのではないかとする声がインターネット上に上げられているんだけど、この攻撃がウクライナ軍にとっては実射試験のような意味合いであることと、ロシア黒海艦隊に対してハープーンが黒海沿岸に配備され、ウクライナ軍のネプチューンと共に、ズミイヌイ島やオデーサに接近する艦艇をいつでも攻撃可能であることをアピールする意味もあったと見る向きは多いよ。ウクライナ軍は現在もロシア軍の地上部隊に占拠されているズミイヌイ島において、ハープーンとネプチューンによって島への補給を断つことで、ロシア軍が島を放棄させる狙いがあると見られ、そのような事態になれば、ロシア黒海艦隊は黒海西部における活動がかなり制限されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、氷についてだよ。最近は気温が異常なほど高いから氷でキンキンに冷やしたジュースを飲みたいよ。確かにこの時期の冷えたジュースはうまいよな。ちなみに家で氷を作るときに市販のロック氷並みの透明な氷を作れるのは知ってた？知らなかった。家で作るとどうしても氷の底の方に白いのがつくよね。作り方を教えて。それじゃ解説していくよ。まず氷の底の白いやつなんだけど、水に含まれる不純物と水の融点が違うから、水が外側から凍ることによって、不純物と空気が逃げ場を失って中央に集まるんだ。そして、中央に集まった不純物や空気ごと凍って、氷の中心部分だけが白く濁るんだ。そうなんだ。ってことはあの氷の白いやつは汚れってことじゃん。まあ簡単に言うとそういうことになるね。それじゃ透明な氷の作り方なんだけど、とっても簡単で、ゆっくりと時間をかけて凍らせていけばいいんだ。なるほど、急激に冷やすと白く濁るから、ゆっくり凍らせることにより、水から空気をしっかり抜くことができるってわけだな。おお、さすが理解が早いね。でもどうやってゆっくり凍らせるの？冷凍庫だと急激に冷えちゃうよね。その方法なんだけど、まずはチルド室などに入れて、水の温度を0度近くまで下げるんだ。そして冷凍庫に入れることにより、急激に冷えることを防ぐよ。なるほど、でもそんないい冷蔵庫持ってないよって人はどうしたらいいの？それは発泡スチロールを使った方法だよ。発泡スチロールは熱の伝導率が低いため、水が急激に冷えて凍ることを防いでくれるんだ。
また、熱が伝わりにくい容器であれば、全然代用できるよ。なるほど、これでみんなもお店の透明な氷をいつでも作れるね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。